ミツルス国総合法がビルには最高法院、新京高等法院、最高検察庁、高等検察庁が置かれた。ミツルス国総合法がビルは現存しており、現在は人民解放軍空軍長春461委員で8体部の一つとして長春観光資源の一つである。法院とは満州国における司法機関である。最高裁判所は、 新教師の総合法がビルにあった。法院は、組織法で以下のように規定された。法院組織法で、日本の裁判所構成法に習って、最高法院、高等法院、地方法院、区法院によって構成され、493申請が取られた。法官は、独立してその職務を行い、刑事または懲戒の裁判を除くほか、その職を免職、定職、転換、転職、 原稿されないとされた。検察は裁判所に駆使されていた日本の検事局と異なり、各法院に対応してそれぞれ独立官庁として、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁が設けられた。この完成は戦後の日本と大韓民国における検察庁の発足にも影響を与えた。 1936年6月時点1932年3月9日から1939年12月18日から、林1939年12月18日から1942年5月15日、井野栄一1942年5月15日から1945年8月18日、 老学研1932年3月9日から1939年12月18日、リハン1939年12月18日から1945年8月18日、ジョイシン、ありがとうございます。